上海の旧市街、予園省場内にある本店、南小万獣店は、上海の小論法専門店。創業百年以上の老舗として知られ、本店は、上海中心部旧市街の観光地予園。中国国内の各地に支店を設け、中国国外にも進出。日本では、東京、川崎、大阪、福岡で5店舗があるほか、ソウル、ジャカルタ、シンガポールに、 支店、提携店がある。中国国内では現在、上海老上皇を有限公使が経営している。世界で日本への出店が最小となり、株式会社ソーホーズホスピタリティグループが、ライセンス契約を得て提携、六本木ヒルズで2003年に開店。また、別系列として、株式会社、南省も2006年2月に、福岡、ついで大阪、 梅田にも新店舗を開店している。小論法を上海で初めて売り出した転身の店、長光楼が1960年代に南小万充店と改名し、それ以後の店名となっている。上古病マイナス9曲強南小万充店小論法はもともと、長光楼初代店主の師匠である、家庭兼、南小鎮の菓子屋、古、伊園の店主、小明兼が、 古、る、縁、南ん、みなみとして、家庭券、南な賃で売り出し、南な賃では、南な小論法と言われ、親しまれていた。上海の天津店、長江論は、こ明諦の弟子、五し増が、職人の長明とともに、上海中心部旧市街の名称の四縁で1900年に、開店。1920年頃南み小論法を売り出して、人気を集め、 南小古加護の名は広く知れ渡った。創業以来100年以上の歴史を経て、今もなお行列ができる名物店である。中国旧商行部が1989年に予苑本店の小論包を優秀品質製品、金貨内装に認定して以来、小論包は上海の特産者をち中国シャオチー、中国名店津など様々な栄誉を受けている。本店はまた、 エリザベス2世イギリス女王、クリントン元アメリカ合衆国大統領、ゴルバチョフ元ロシア大統領なども訪れている。南小饅頭店本店のカニ肉小論法小論法は元来肉饅頭であるが、他にも野菜入り、キノコ入り、松茸鮮肉コカゴ、エビ入り、フカヒレ入り、など多種に及び、中でも著名なのがカニキコカゴである。本店では、 テイクアウトの値段が半額で、テーブル上のティーポットには、酢が入っているという。店によって供する種類は異なり、小籠包のみならず、隠し点心や料理を出しているが、その内容は店ごとに異なっている。六本木ヒルズ店六本木ヒルズ店日本の定型店は、2003年4月の六本木ヒルズ店開店を皮切りに、川崎アゼリア店、大阪、 震災橋店を開店した、総放座ホスピタリティグループと、もう一つ、別系列の提携店として、大阪市中央区南千葉に本社を持つ、株式会社、南翔が2006年2月に、福岡店を開店、ついで、大阪、梅田に開店。2012年3月、名古屋のミッドランドスクエアにも支店がオープン。総放座ホスピタリティ系列の提携店では、 小籠包以外の転身として、シューマイ、まんじゅう、デザートを出すが、株式会社、南小系列の福岡店と梅ヶ店は、小籠包とシャンパンの南小まんじゅう店と名乗り、パイ生地、デザートなどの転身のほか、前菜、上海ガニ料理、チャーハン、チャーメンなどがメニューに乗り、ビール、商工酒以外にも豊富なワインが揃っているのが、特色となっている。 福岡店と梅田店の宣伝によれば、上海応援本店から経験を積んだ、天津市の派遣で、秘伝と銘打ち、有機栽培の野菜を中心に、味の素などの旨味調味料は、一切もチーズ、鶏の皮を煮込んで作ったゼラチンをあんとなる肉に混ぜた、肉汁にするという。AB 上海ウォーカーオンライン、思わず手が出る、お気軽天津一寸一口の巻小論法と、 シャンパンの南小満充店歴史と本店のご紹介リムズンドリー、ナンクシャングマントーリーアンミ小満充店、小論法とシャンパンの南小、満充店店舗案内小論法とシャンパンの南、小満充店ワインリスト小論法とシャンパンの南、小満充店コンセプト。ありがとうございます。